全六巻。著者は、越後国の文人、立花魂論。競合、監修、序文は、下作者の竜亭種彦による。挿絵は大部分を、浮世絵師の葛飾北斎が描き、混論自身も、絵師としていくつかの死体を描いている。北越地方の階段や、祈願、解石、植物などの博物学的記録などが、内容の中心であり、 特に4.5巻は、階段と題し、妖怪談を中心として収録されている。根論は、必ずしも怪異、奇跡といったものを信じておらず、疑念を挟みながら、または、娯楽的に、怪異なことは、怪異なままとして扱っていたようで、竜などの伝説上のものを架空のものと割り切って、書いている例も見られる。また、そうした、怪位の中に織り混ざる形で、 観光までの約200年間にわたる、北越地方一帯の様子、人々の考え方なども読み取ることができる。3巻では、海保政令による原稿が記載されているが、これは観光年より7年も前のものであり、それだけに原稿が揃ってから出版に至るまでは、約7年を要したと見られ、観光はかなりの曲折を伴う大事業だったことが伺える。さらに、 目録に、右前編六冊と書かれていること、刊末に、北越駅団後編続出と、広告があることなどから、コンロンは後編を執筆する予定であったことを、伺わせるが、結局は、後編は出版されず、後編文の総行の有無も判明していない。観光当時としてはコンロンは、無名の人物であったのに対し、北斎は、浮世絵師の代表といえ、 種彦も、新進の下作者であった。こうした面々は、版元が、無名の根論を売り出すために起用したものと、考えられている。随筆家、鈴木牧師による、北越セップと本書は、越後の二大記書と呼ばれる。牧師は、北越セップの執筆に向けての取材中に、根論にあったと、辞書、北海行きギャシ州で述べており、 年代も同じで感覚も似ていることから北越祈談は北越セップの執筆の上での大きな参考にもなっている。雪国の生活の厳しさを感じさせる北越セップに対し北越祈談は娯楽物語としての趣向が強いため江戸時代当時の人々の趣向に合い好んで受け入れられたという。しかしながら現代では北越セップは 牧師の残した多くの資料によって研究が大きく進んでいることに対し、北越記団は北斎の画を収めた書として価値が高いと注目されてはいるものの随筆としての研究はそれほど進んでいない。これは根論が生没年不明の上、生涯の記録も少ない謎の人物ということが大きな要因と見られている。そのような多くの意味において、この二大記書は、 対照的である。ありがとうございます。